ジョナサン・アイブ、ジョナサン・ポール・アイブ、区部、1967年2月27日隊は、イギリス人デザイナー。アップルのクド最高デザイン責任者。iMac、MacBook、iPod、iPhone、iPad など、現在の主要アップル製品のインダストリアルデザイン担当者として、国際的に知られている。給料は100万ポンド。2019年6月。 2019年内で、マーク・ニューソンと共にアップルを退社し、ラベフラムというデザイン会社を起業すると発表。ロンドンのチングフォードに生まれ、教師でもあった父親に育てられた。チングフォード財団学校に通った後、スタッフ,フォードにあるウォルトン高校へと進学した。その後入荷するポリテクニック、現在のノーザンブリア大学へと進み、インダストリアルデザインを学んだ。 ロンドンにあるデザインエージェンシータンゲリネで短期間働いた後、1992年アップルでのキャリアを積むためにアメリカ合衆国へ移住した。当時はロバート・ブルーナーがインダストリアルデザイン部門を率いていたが、20周年記念マッキントッシュのデザインで頭角を表した。1996年、ロバート・ブルーナーの後継として、 インダストリアルデザイン担当責任者に就任。以来、アップルの一致を引き、同社の主要製品のデザインを統括してきた。スティーブ・ジョブズがアップルへと復帰した後、インダストリアルデザイン担当上級副社長となり、2013年6月にソフトウェアも含めたデザイン担当上級副社長へ就任、2017年7月に工藤へ昇格した。 現在のアップルで活躍している主要メンバーの中では、エディキューディアドラ・オブライエンと共に数少ない、ジョブズ復帰以前からのアップル席者である、他の主要役職者は、ネクスト出身者を含め、ジョブズが採用に関与した人物が大半を占める。2017年、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート学長就任が発表された。アイブ率いるアップルのイッチの製品デザインには、 4つのフェーズが認められる。この最初のフェーズは、1997年のエマテの登場とともに初登場し、1998年に、アップル初の液晶外付けモニタである、アップルスタジオディスプレイが登場し、その年後半のボンダイブルーのオリジナル iMac、カズ3章のリリースへと続いた。このモチーフは、後の1999年にリリースされた、初代アイブックの、 各モデルやパワーマッキントッシュ G3 よび同時リリースされた17-21インチ CRT の Apple Studio ディスプレイでも用いられた。同デザインは透明な表面にキャンディあるいはミルキーホワートのようなカラーリングを加えソフトでふっくらとした輪郭を備えるとともに縦方向のピンストライプが製品の透明な表面から柔らかく透けて見えるようになっていた。 バックパネルに印刷されたポートのパネル表示や企業認定マークは波打つような 3D パターンを持つレンチキュラー加工が施されていた。AC 電源コードもまた透明で内側のアンダーワイヤーが見えるようになっていた。このスタイルにあるような透明効果及びカラーリングはガムドロップキャンディから着想を得たものでアイブは製花工場に通って ガムドロップの視覚効果の再現方法を学んだとい、アイブと彼のチームは、このデザインモチーフに沿った製品を製造するために、斬新な製造テクニックを編み出した。パワーブック G3 のみが、この透明スタイルの影響を受けず、ロンバード及びピズモモデルの透明な、ブロンズ色キーボードを除く、2001年にチタニウム。 パワーブック G4 に置き換わるまで不透明な黒色のケーシングのままだった。初代 iMac モデルのカラーはオーストラリアのボンダイビーチの海の色にちなんでボンダイブルーと呼ばれている。ボンダイブルー iMac は1999年1月にブルーベリー、グレープ、紫、タンジェリン、オレンジ、ライム、グリーン、そしてストロベリー、 ピンクレッドと、微五種類のキャンディカラーにとって変わられる。このうち、タンジェリン及び、ブルーベリーの二色は、初代、アイブックにも採用された。ブルーベリーはまた、パワーマッキントッシュ G さん及びそのディスプレイに、用いられてもいた。こうした、キャンディカラーは、消費者向け製品の間で、爆発的に流行し、時計付きラジオから、ハンバーガー用グリルに至るまで、あらゆる場所で、 半透明プラスチックの明るい色調の筐体が採用された。1999年後半、iMac のフルーツカラーにより抑制されたグラファイトと呼ばれるカラースキームが加わった。このカラースキームでは色彩要素にスモーキーグレーが採用され白色の部分が一部透明化された。グラファイトは iMac スペシャルエディションモデルの色、さらには 初代パワーマック G4 のカラーとなった。次に登場したのは2000年のルビー、ダークレッド、セージ、ホレストグリーン、スノー、ミルキーホワイトだった。アイブックのカラーもまたアップデートされた。ブルーベリーはインディゴになり、タンジェリンはキーライム、目が飛び出すような蛍光グリーン、そしてグラファイトがハイエンドモデルに加わった。2001年にはフラーパワーと ブルーダルメシアンの2種類の新しいカラースキームが導入された。フラワーパワーは花柄のついたホワイトで、ブルーダルメシアンはオリジナルのボンダイブルーに似たブルーだったものの白色の反転が加えられていた。スノーカラースキームはまた第2世代の iBook にも採用されていた。2001年、アップルは複数の色彩を用いた半透明デザインから、 二つのデザイン潮流へと移行した。パワーブック G4 と共に登場したプロフェッショナル版モチーフは産業用メタル初期にはチタン、後にアルミニウム、マイナスマイナスを採用していた。iBook G3 と共にデビューした消費者向けミニマルデザインは表面は透明であったが内側を白く塗り半透明ではなくなっていた。iBook G4 ではついに素材ごと白色へ変更された。 両ラインとも柔らかで丸みを帯びた形状から簡素化され直線的なミニマリズム的な形状へと変化した。こうしたデザインはドイツのインダストリアルデザイナーであるディーター・ラムスから大きな影響を受けているように見受けられる。その明確な例として挙げられるのが iPhone の計算機アプリケーションでラムスが1978年にデザインしたブロウン。 コントロール ET44 計算機からの直接的影響が見て取れる。iPod も消費者向けラインの見た目を引き継いでおり、表面透明で内側が白色の全面を特徴としている。Apple は iMac G5 のリリースを iPod のクリエイターからのものとして、両製品の写真を並べることで、そのデザインの類似点を目立つようにしてプロモーションさえしていたが、もともとは、 Mac のデザインチームが iPod も含めた全ての Apple 製品のデザインをしてり、AirPort Extreme や Apple TV、iPhone 等も製品ラインに共通したシンプルで丸みを帯びた四角スタイルを採用している。より最近のデザインは白色プラスチックからガラスとアルミニウムへと移行している。この新しいデザインフェーズは極限までのミニマリズムへと突き進む Apple の姿勢を 示しーる。アルミニウム、高精細ユニボディ製品は、先行製品よりも洗練され、よりソフトでありながら、より鋭角的なエッジを備え、そこに存在する必要のないあらゆるものを取り差、非常にさっぱりした表面になっている。第一世代の iPhone はこのスタイルと共にデビューし、ガラス画面の枠の黒が目立つようになっていた。このデザインは、iMac ラインにも採用され、 ガラスに覆われたスクリーンとその周辺の黒い縁取りを除いて、その表面のほとんどがアルミニウムに覆われている。iPod Line でも iPod Classic がこのモチーフを引き継ぎ、アルミニウムの表面と黒い額縁を特徴としている。MacBook Air では MacBook Pro Line のアルミニウムスタイルと同機種のキーボードと光沢ディスプレイによる新しいスタイルとがブレンドされている。 アップルは2008年10月14日、このスタイルに沿って再デザインされた MacBook 呼び MacBook Pro を発表した。それに先立って発表された MacBook Air と同じく、新しい MacBook および MacBook Pro のシャシーは1階のアルミニウムから削り出されている。このユニボディ構造はシャシーのサイズと部品の数を減らすとともに、その合成を高めることを狙いとしている。 評論家はアイブの作品をインダストリアルデザイン界において最高ランクに属するとみなしており、彼のチームが手掛けた製品はのインダストリアルデザインエクセレンシーワードなどを受賞している。アイブはの2002年のデザイナー・オブ・ザ・イヤーの初代受賞者となった。その翌年の2003年に再び受賞し、2004年には同賞の審査員となった。英国史。 サンデータイムズは2005年11月27日にアイブをイギリスで最も影響力のある海外居住者の一人として選出している。アイブはリストにおいて最も裕福でも最も年長者でもないかもしれない。しかし彼は間違いなく最も影響力を持った人物の一人だ。アイポッドやアップルの最も印象的な製品の数多くをデザインした人物として 音楽及びエレクトロニクス業界を揺るがしたとして、同リスト25人中23人目にリストされた。また、アイブは2006年のイギリス新年女勲者にリストされ、デザイン業界への貢献を称えて、大英帝国勲章を授与された。2005年6月には女王エリザベス2世が iPod の利用者であることを明かしている。最近のマクワールドでの投票で、 アイブが1992年にアップルへと参加したことがアップルの歴史において第6番目に重要なことだったとしてリストされた。さらにマクワールドの姉妹マクザーのライターであるダンモーガンはスティーブ・ジョブズがアップルの CEO の座から降りた場合アイブはアップルをおそらく最も有名らしめているものデザインマイナスを体現しているとして後継者の有力候補となるだろう。 と書いている。2007年7月18日、アイブは iPhone で彼が成し遂げた成果に対して2007年度のクーパー・ヒュイット国立デザイン博物館ナショナルデザインアワード生産デザイン部門賞を受賞た。2008年1月11日、デイリー・テレグラフはアイブをアメリカ合衆国に住む最も影響力のある英国人として評している。 2008年7月、アイブは iPhone のデザインに対して MDA パーソナルアチーブメント賞を受賞した。2000年には母校のノーザンブリア大学から名誉学位を贈られている。2009年5月にはロードアイランドデザイン学校の名誉博士号を贈られた。2019年6月、アップルを退社し自身のベンチャー企業ラブフラムを創設すると発表。 1987年に歴史家のヘザーペグと結婚し、双子の父親である。家族と共にサンフランシスコのツインピークス地区に住んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。